ヨハネの手紙第一第第第二第三第一ヨハネの著者は不明ですが第二と第三ヨハネは長老と呼ばれれる人物によって書かれましたこの三つの手紙の言語や文章のスタイルは同じでヨハネの福音書とも同じなのでこれらは皆イエスが愛された弟子が著者だろうと考えられています。というわけで著者は十二弟子の一人のゼベダイの子ヨハネかあるいはイエスの初期からの弟子で「長老ヨハネ」として知られる別のヨハネかもしれません。 どちらだとしてもこの著者は高齢でおそらくエペソの周辺の家の教会を監督していた人物ですヨハネの福音書やこれらの手紙を読むとこの教会はほとんどユダヤ人の神徒からなっていて最近危機に直面したためにヨハネがこれらの手紙を書いたようです一部の人が教会から離れてイエスのことをイスラエルのメシアとも神のことも認めなくなったと著者は述べています さらに彼らは信仰を保って教会に残っている人々に敵意を向けていました第二と第三ヨハネではこの対立についてはっきり書いています第二ヨハネは特定の家の教会に対しイエスを否定する者たちがいることについて警告していますヨハネは彼らを惑わす人と呼び彼らが家の教会に承認や支援を求めてやってきても受け入れてはならないと命じました 第三ヨハネはこういった家の教会の一つのメンバーでガイオという人に宛てたもので著者はもうじきそちらに到着する本物の働き人を受け入れてほしいと頼んでいますこれを書かなければならなかったのはこの家の教会の指導者であるディオ・テレペスが敵対的で長老ヨハネが送り出す人は誰も受け入れなかったからでしたこのようにこれらの手紙からヨハネが直面していた教会における緊張関係や対立を垣間見ることができます 第一ヨハネはそういった問題に対処するために書かれた手紙でした「メシアなるイエスを今でも信じ真理にとどまっている者たちと神は共にいてくださると著者は受け合っていますこれらのことから第一ヨハネの特徴がわかりますこれは手紙というよりむしろ教会に送られた詩のような説教です ヨハネは自分は新しいことを教えているのではなく第一ヨハネに書かれている主要な教えや言葉はヨハネの福音書に記されているイエスの教えから来ているのだと言っていますですからヨハネがこの手紙を書いた目的は信徒たちが信じるといった真理を思い出させそれにとどまるように説得することなのですヨハネの説教は詩としても非常に優れています彼は直線的 論理的に考えを述べるのではなく拡充法という古代のよく知られた修辞法を使っていますヨハネは命真理愛という核となるテーマだけを伝えようとしていてこれらのテーマを繰り返し述べながら少しずつ視点や強調点を変えていますまた誇張した表現や光と闇愛と憎しみ善と悪のようなわかりやすいイメージを使い明確な対比を作ります しかしこのシンプルさにかかわらず第一ヨハネは非常に深いメッセージを伝えているのです第一ヨハネにははっきりした導入部分と結論がありその間にテーマが繰り返される説教が挟まっていますここにはこれといった構成はありませんが大きな2つのセクションがありそれぞれあなた方へのメッセージという導入句で区切られています そしてこの2つのセクションは「神はまず光」であることと「神は愛」であるというテーマを中心にして内容のすべてはこの2つのテーマから流れ出し巡り巡ってここに帰結していくのです導入部分はヨハネの福音書と非常に似通っていて創世紀一章と神言八章に響き合うものがありますヨハネは初めに「命の言葉が神と共にあった」と言っています ヨハネにとって神という言葉は父なる神と世界に命をもたらすために来られた子なる神の両方を指していますその子なる神を見て聞いて触ったイエスの目撃者であったヨハネと使徒たちをヨハネは「私たち」と呼んでいますその「私たち」から次の世代のクリスチャンである「あなた方」に伝えるべきメッセージがあるといいます 人たちが他の人々に命の言葉を分かち合うときその人々は人たちを通して父なる神と子なる神との交わりの中に招き入れられるのです。ここで言う交わりとはギリシャ語のコイノニアで分かち合うとか加わるという意味です。使徒を通してイエスのメッセージを聞く人はそのメッセージによってイエスご自身との真の関係に入れられまた神の愛と命に加えられるのです。 このことが一つ目のメインセクションで語られています。あなた方に送るメッセージはこれです。神は光です。人たちからのメッセージとはイエスにおいて表された神は光であるということです。だからもしイエスを通して神の命に加わりたいなら光の中を歩み続けなければなりません。印象的な描写ですが具体的にはどうすればいいのでしょうそれはイエスの教えを守ることだとヨハネは言います。 それは非常に難しいことですが失敗した時にはイエスのあがないの死があなたの罪を覆いもう一度立ち上がってイエスの教えに従うようにと促してくれるのですではイエスの教えとは何でしょうヨハネはイエスの古くも新しくもある教えで最後の晩餐で弟子に語られたことを思い出させますイエスが愛されたように互いを愛し合いなさいこれが光の中を歩むことなのです さて神の光がイエスを通して輝いているならこの世の闇は消え去り神の子供たちはこの世を支配する罪や悪や死に対して今この瞬間すでに勝利を手にしているのですだからヨハネは教会に「世を愛してはいけないそれは過ぎ去ってゆくものだ」と呼びかけます彼は特に高慢と性的な堕落についいてて語っていますこの問題がこの教会における対立に関係していたようです それからヨハネは教会を離れもはやイエスをメシアと認めない人々について警告しています。彼らのことを反メシアや惑わす者たちと呼びながら一方でイエスの真理にとどまっている人々は神の子供だとヨハネは確信を持って語ります。彼らは父なる神に愛され正しいことをし互いに愛し合うことを通して自分たちが神の家族であることを示しているのです。 一方、惑わす者たちは、怒りと対立と分裂を生み出しています。そして、二つ目のセクションで語られる、使徒たちからのメッセージは、これです。神は愛です。だから、神の子供たちは、互いに愛し合い、憎しみを遠ざけなければなりません。創世紀四章のカインのようであってはいけない。彼は、憎しみによって弟を殺したとヨハネは言います。しかし、クリスチャンにとって、愛とは、他者のために、自分の命を捧げることです。 それはイエスがしたことであり神の子供たちがその愛に信頼するときそれによって変えられるのですヨハネは惑わす者たちを今度は偽預言者と呼んでもう一度警告しています彼らはイエスがメシアであることを否定しながら神の預言者を語っていましたしかしヨハネはどんな霊か確かめなさいと言っています もし神のために予言すると言いながら十字架につけられた神の子イエスに焦点を当てない者がいるならそれは神の予言者ではないのです。真の神の子供たちは十字架にかかってよみがえられたイエスを自分たちの人生の中心に据えるのです。なぜならそこに神の御心が現れているからです。十字架は神が自分を与える愛の存在であると示していてその愛によってイエスの信徒たちは互いを愛し合うのです。 そしてこの神の愛に出会うとき恐れも不安も永遠に取り去られるのですそれがヨハネが世に勝ったといった意味につながりますあなたのどんな欠点や過ちにもかかわらず神があなたのことを熱烈に愛しているということがわかるとそれがあなたの人生の土台になりますこの愛は十字架につけられたイエスに信頼することによってもたらされその信頼は精霊によって生まれたイエスについての神の言葉と イエスののたちのメッセージを信じることによって生まれまれす神の愛に捉えられた者には永遠の命が与えられますそれは神ご自身の臨在と命と愛に満ちた世界で今から永遠に続くのですそれからヨハネの説教はクライマックスに差し掛かります神の子が来て真実な方を知る力を私たちに与えてくださったことを知っています私たちは真実の方のうちに神の子 メシアなるイエスのうちにいるのですこの方こそ真実の神であり永遠の命ですこれを聞いて混乱する方もいるかもしれません真実である方とは誰真の命を下さる方は誰イエスなのか神なのかそれに対するヨハネの答えはどちらもです イエスと分離した神はありえないしヨハネや他の人たちがイエスに出会った時どんな過ちにもかかわらず彼らなしでは生きられないというほどに深く愛した神に出会ったのですこの神は驚くべき方で私たちの思いをはるかに超えます。そのためヨハネは最後に「偶像から自分を守りなさい」つまり自分のイメージできる範囲に神を閉じ込めようとする誘惑を退けなさいと呼びかけています。 イエスを知ることは命を与え自分より他者を愛する神を知ることですこれこそが唯一の真の神であるとヨハネは言いますこれがヨハネの手紙第一第二第三です